湯滝は、栃木県日光市奥日光地域の湯の湖の南端から流れ落ちる滝。高さ70メートル、最大幅25メートル。下言滝、龍頭の滝と並んで、奥日光三明曝の一つとされている。日本百名山の一つである日光白根山のふもとに、位置する湯の湖の南岸から斜面を流れ落ちる。湯の湖のほとりには、日光湯本温泉があり。 湯の湖一帯もあちこちから湯が湧いているが、滝を流れ落ちるのは湯ではなく水である。湯滝を流れ落ちた水は、日本有数の高層湿原、戦場が原を流れる湯川となり、竜頭の滝を下って、中禅寺湖へ流入する。滝の斜面を構成する岸壁は、湯川の流れをせき止めて湯の湖を形成した、三竹の溶岩である。滝の下段部は、 左右二股に分かれており、かつては滝つぼ中央付近に落葉樹が立っていたが、1982年9月の台風によって失われている。湯滝周辺は、筒子やシャクナゲなどの名所でもあり、湯元温泉へ通じる道路からも近いことから、ハイシーズンには、たくさんの観光客が訪れる。滝の側面には遊歩道が設けられており、落ち口、滝つぼ、そして、 側面の3面から滝の姿を干渉することが可能で、特に滝壺の干幕台からは目の前に迫った滝を間近に見ることができる。ありがとうございます。